アントワネット4。アントワネット4は、フランスの初期の航空機である。アントワネット社のレオン・ルババッスールによって設計された。ドーバー海峡横断飛行への挑戦ほか、いくつかの記録飛行によって有名。それまで設計上の試行錯誤を続けていた、アントワネット社の一つの完成型として、その後の同社の単葉機シリーズの原型となった。極めて狭い三角形断面の胴体に、 直線テーパーの主翼、十字型の尾翼をつけた単容機である。機体と同じくルババススール設計の V8 エンジンにパドル型のプロペラを牽引式に装備。エンジンは水冷で胴体前半側部に長いスノコ状の冷却装置を配置していた。横安定のため、主翼に上、返りズノをつけている点でも最初期の機体であった。操縦は 最初翼端につけた大きな補助翼で行う設計であったが、後に翼たわみ方式に変えられた。また操縦装置は、その後一般的になった操縦管ではなく、胴体左右に、それぞれ補助翼と昇降打を操作する操縦輪を備えていた。1908年秋に初飛行を果たした後に、改良を重ね、1909年2月19日には、 ムルメロン・ルグランで5キロメートルの飛行に成功した。同じ年の7月19日にユーベル・ラタムの操縦で、A ・デイリー・メール氏が1000ポンドの検証金をかけていた、ドーバー海峡の横断飛行に挑戦した。ドーバー海峡最強部の横断を目指し、カレー近郊のサンガットを出発したが、1 1トルを飛んだ後にエンジン部長で不時着水した。大きな主翼の浮力により沈没は免れ、 ラタムは、機場でタバコを吸っているところを、フランスの魚雷駆逐艦、アルポンに救助された。ラタムは、大体機のアントワネットセブンで再挑戦を試みたが、それより早く、7月25日のブレリオクシーに乗った、ルイ・ブレリオが、海峡横断を成功させ、アントワネット機とラタムはその栄冠を手にすることは、できなかった。しかし、その後のランスの飛行大会では、ラタムは再び、 アントワネット4を買って活躍。グランプリイベントでは2位に入賞。また8月26日には2時間17分をかけて1 5 4 6トルを飛び、当時の距離飛行の世界記録を樹立した。ありがとうございます。